どうも、マサダイです。今日はですね、超妖怪クリアマスコットの第2弾です。超妖怪クリアマスコット2、というわけで今日は妖怪ウォッチの超妖怪クリアマスコット2です。第2弾ということでですね、前回は確か、ピントコンナーということで、だいぶ前にね、第1弾やったんですけど、確かウソピョンだったような気がするんだよね。前回の話はね、置いといて、今回第2弾なんですけど、表紙がジバニャンのサンタですよ。もうそんな季節か。クリスマス。今年も、一人寂しく過ごすのか。まあ、個人的な話はね、どうでもいい話でするとして、今回ジバニャンのサンタですよ。かわいいね。けどやっぱり僕はコマさん派。そういえばね、今週の金曜日ね、妖怪ウォッチ、北斗の犬。まあ、北斗の剣と言ってもいいのかもしんないけどね、コマさんがね、ケンシロウになるっていう話ですよ。あれはちょっと面白そうですね。楽しみです。今回のね、ラインナップはこんな感じです。光オロチ、闇キュービ、サンタのジバニャン、それとイケメン犬、ウサピョン、そして、コマさん、なんとトナカイの格好になってるね。かわいいね。それでは早速ね、開けていきます。今回2つです。一体何が出るんでしょうか。僕がね、欲しいなと思ってるのは、光オロチと、あとは、ジバ野郎。ジバ野郎と、あと、コマさんでいいかな。そんな感じです。いきます。1つ目。それでは、超妖怪クリアマスコット、オープン。およ。一つ目、コマさんトナカイ。二つ目、いやもう欲しいの一個出ちゃったからね。リアクションに困ってます。それでは、ラスト超妖怪クリアマスコット、オープン。ジバ野郎。え、マジで？はい、ラスト、ジバニャンサンタです。やってしまった。いや、まさかね、本当にジバ野郎つって、本当にジバニャン出てくるとは、思ってなかった。というわけで、今回この2つが出ました。ジバニャンサンタと、コマさんトナカイ。やってしまったね。まさか欲しいもの、2つ出るとは思ってなかったよ。フーグタくーんっていう気分です。どういう気分だっていうね、ちょっとツッコミ入れといてください。まあ、とりあえず、出ちゃったね。欲しいもの。満足です。ダブらないってことがね、一番いいよね。妖怪ウォッチ好きな方はぜひ、超妖怪クリアマスコット2、買ってみてはどうでしょうか。もしかしたら、ジーバニャンのサンタバージョン、そしてコマさんのトナカイバージョン、当たるかもしれません。それではまた会いましょう。バイバーイ。